時の首相はよく世論調査の支持率には一喜一憂しないと言われるがさすがに内閣支持率が対人の危険水域と言われる30%すれすれになると気が気ではないようだ岸田文雄首相は7月20日自民党の遠藤俊明総務会長と官邸で会談その際 報道各社の世論調査で内閣支持率が続落していることについて、支持率は上がったり下がったりするものだ。いずれ上がると述べたと共同通信が伝えている。このことを伝える見出しには、首相、支持率続落に強がり見せるとあった。共同通信が7月14日から16日に行った世論調査では。 岸田内閣の支持率はでしたこれは岸田内閣として最低水準、また7月15日、16日に朝日新聞が行った世論調査での内閣支持率は37%、同調査での自民党支持率は28%でした。 党の支持率が20%台になるのは第二次安倍政権が退陣表明する頃の2020年6月以来です。さすがに自民党幹部も焦り始め世耕広重参院幹事長は18日の記者会見で政党支持率が下落していることに触れて国民から党に厳しい目が継がれているということをよく自覚し やるべきことにしっかり対応していくことが何よりも重要だと渋い表情で述べました危機感の裏返しなのか19日には麻生太郎副総裁が静岡県焼津市で開かれた麻生派議員のパーティーで講演そこで支持率なんて当てにならない首相の実績は後世になって評価される 生きている間は期待しないことだと岸田首相にエールを送ったことを披露しただが岸田首相の「いずれ上がる」という発言にネット上にはあきれた声が多く書き込まれている上がるはずがない今まで日本国民のために何か良くなることをしたことがあったのかいずれ上がる地震がどこから来るのか不思議でなりません通勤手当に課税し 退職金の課税標準を引き上げようとしている内閣総理大臣を支持する人はかなりレアな存在だと思う岸田さんには楽ではない生活の中から納税している国民への思いと愛情が伝わってこない麻生副総理も支持率ハーテにならないといったようです自民党は民意を重要視しないということなのでしょう 岸田首相は21日に栃木県足利市の障害者支援施設を訪問全国あんギャをスタートさせて国民との車座対話を行うというパフォーマンスで終わらないことを願う国民は多い以下はネチズンのコメントをまとめたものです岸田首相は支持率はいずれ上がるという発言をしたというこれは 政権支持率の上下に一喜一憂しないという意味かもしれないが逆に言えばそうした国民が考えていることを考慮しないということなのかもしれない国民は政府が決定して行うさまざまな公共政策の影響を受けている国民の政権支持率の短期的な上下はそれ自体が国民の政策判断に対する短期的な評価を表している。 岸田首相は、そうしたものにむしろ配慮して、国民の機微に寄り添う姿勢が必要ではないだろうか。政府の政策決定はそれほど国民に対して大きな影響を与えるものである。岸田氏は、その自らの持つ権力の大きさを自覚することも大事である。中学生から首相を目指した理由を問われ、岸田氏は、日本で一番権限の大きい人なので、と答えた。 普通は日本を住みやすい国にするためとか国民の生活を良くするためとか答えるだろう外遊ばかりしているのを見ると税金で海外旅行ができるからも答えの一つかもとさえ思うそれは政府への信頼が上がるはずがないよねたとえ内閣の支持率が上昇しても政府の信頼率が上昇してないもので まあその理由は政府与党や議員さん一人一人にあるのは確かなのですが、マスコミは政府、議員の失策は大きく報じるのに逆に良作や議員さんの国民への貢献を同じように報じないのもいけないと思う。岸田首相がこういう傲慢な態度を取れるのは正直有権者の責任も大きいと思いますよ。 昨年の下半期スキャンダルなどが多発して支持率は現在と同じところまで落下していたにもかかわらず何もないというだけで年明けから回復傾向にありました高市大臣などの問題が持ち上がっていても統一地方選ではいつも通り自民党を勝たせサミットというパフォーマンスに乗せられて支持率が不支持率を逆転するまでに至りました 最近でも自民党内で岸田卸が起きないという記事を目にしましたが、第2次安倍政権以降、問題が多発しても党内で政権を下ろそうという動きはほとんど起きていないですよね、自民党は完全に自浄作用をなくしていると思います。何にせよ、我々国民が自民党の怠慢をすぐに許してしまってはいけないと思います。 国民もマスコミもすっかり権力に甘くなってしまったように感じますね。